ねえ、聞いてよ、聞いてよ。あのね、今日のテストね、ともちゃん、もうちゃんと聞いてる？間違えちゃったの。回答欄に書く答え。あー、ひどい。笑うことないでしょ。あー、そうなの？全然響かないけど。でもでも、科学はいつも平均点以上取ってるから、やっぱり悔しいんだもん。ちゃん、ゆえのお話聞いてくれないの？うえー、そんなこと言わずにちゃんと聞いてよ。こんにちは。はい。いいえ、これは私の私物です。はい、うちにはまだたくさん読みたい本が残ってますから。私はこれから図書室へ行かないといけませんので、これで失礼します。はい。はい、勉強しましたから。それは
今から勉強します。わかりました。パブリックです。注目を浴びるです。そう思われますか？党員とは何のことでしょうか？久方の光のどけき。なるほど、火と火ということですね。それではこの隠るというのは、わかりました、参考程度ということにしておきます。もう一つ伺いたいのですが、別紙の意味は何でしょうか？古典ですが。どうかなされましたか？ん？自信ありませんか？わかりました。それにいたしましても、三上くんは随分勉強なさっているのですね。はい。はい。読みたい本がたくさんありますから。父はあまりうちにいません。
丈夫です。大丈夫なんです。私は転校することが多いですから。転校が多いと、いくら学んでも全て無意味なものとなってしまいます。それはわかりません。親の都合もありますから。それは、どういう意味でしょうか。そうですね。わかりました。いえ、結構です。私の仕事ですから。終わりました。はい。今日です。はい。これは英語で読んだことがありますから、30分ほどで読めます。
どうかなさいましたか？これ以上は重いので置いていきます。先ほどご一緒されていましたが、しません。はい。今勉強していることでは何か問題があるのでしょうか？そうでしょうか？わかりました。灰に銘じておきます。三上くん、下校時刻は過ぎています。早く帰りましょう。どうかしましたか？そうですね。三上くん。この辺りにお侍はいらっしゃいますか？そうですか。留学先の友達からぜひ写真を撮って送ってほしいと言われていたのですが、とても残念です。はい。
着きましたよ。そうでしょうか。はい。私は それでは、ごきげんよう。三上くん、今日のテストどうだった？はあ、時の運でテストが乗り切れるんだったら本当最高だよ。そうだよね。それじゃあお先に。
ちょっと頼みがあるんだけど。すっごい簡単なことなんだけど。漢文の辞書貸してくれない？私と勉強する？うん。じゃあ、どこか勉強できるところに。